今日ね、サンフレね行きたかっためっちゃめっちゃ行きたかったなかなか行けないタイミングを結構かぶるんだよね予定とサンフレずっと行きたい思いだけがこんばんはメルちゃん覚えてくれてたよ <laughs> まだ忘れられてないですメルちゃん しっかり覚えてくれてるうんキャーンって来てくれるメレちゃんこんばんはあの笑、ね、みはプリンの感想どうやったんえ聞いてないんやまだでも弟にもあげて弟に一個プリン今日あげたらう美味しいっつって食べてました弟熊野パパさんお疲れありがとうマつ、ま、さんお疲れ ありがとう。メルちゃんも寝てる下にいる弟。うん。弟じゃないわ <laughs>。メルちゃん <laughs>。メルちゃん下にいる。そう。こんばんは。そう、実家帰ってきてるのよ。帰ってきました。お盆なので。りあくんハート。ありがとう。<laughs> おめっちゃかわい本当に可愛い本んにかわいいあねねあずみ見るねありがとう実家木あの前昔はねこの木の背景だったんだよね実家にいた時は。 懐かしの木の背景こんばんはそう実家帰るタイミングだたから弟にもあげましたあのいちごのチョコのやつもあげたら美味しいって言ってたこちゃんお疲れありがとうあツ粒プリン売店ク時からで買えなかあそうなんだク時からだったか7時ぐらいって言ってたもんね昨日。 またじゃあ行った時に買って帰ってほしいなツボプリンねえエアコンないそうそうそうこの部屋はエアコンがない部屋ですリビングについてるこんばんはお母さんにもそか個数的にお母さんと弟2人で食べてもらった つばプリンお母さんと弟2人で食べてもらいました天んぱけさん金色のマイクありがとう天板ぱけさんハートと音符もありがとう一杯の水ツアーでいけてよかったけどアずミンが歌ってるの見つかみたいああ確かにえっ歌いたかった一杯の水ね私仮病中だったけん今回確かに花だれ公園かな 聞けるのまあでもあれ人数多いけどね花だれ公園は16人みんなでけど花だれ公園なら聞ける安住の部屋完璧ない感じそう安住の部屋はねもうないですねおうんお父さんが寝てるこんばんはそうそう暑いね今日ね ゴッティにあずみイチゴ食べてたよって言ったら似合わせかなって言ってた <laughs> そうなんだ面白いゴッティゴッティさあのリアちゃんはリアちゃんいるじゃんリアチュウリアチュウリアちゃんがゴッティのこと今日のレッスンでママって呼んでたママ呼びめっちゃ可愛くないリアちゃんのゴッティのママ呼び可愛い,い私もママって呼ぼうかなって言っちゃった それ目の前で聞いてママ,ヨミ <laughs> ママ可いいよねママってそう普通に使ってたのママこの立ち位置がみたいな <laughs> ママこれってさーって <laughs> ママと思って聞いてて普段まで、ね、お姉ちゃんと2人で住んでるんですプリンは1個がお姉ちゃんで2個食べちゃったの昨日の夜と今日の朝の <laughs> 今日の朝食べたからプリン私2個食べたのでそう弟とお母さんに丸々1個あげられなかったこんばんは今日キレトレも飲んでない今日飲んでないんですよねえママ呼べかわいよね呼ぼうかなママって。 ママ,ー <laughs> ママ呼びでもママって感じするめっちゃゴッティは呼びたくなるのも分かるママってうん ニコ食べちゃった。先々の時の穴だけまだ変えてないよね。あのあれでしょ？この箱に入ってるやつ。だよね。あれ大切に取ってるよ。大切に取ってますよ。捨てるわけないじゃないですか。 <laughs> 大切に撮ってますよあのアルバムも一緒に送ってくれた生誕のやつヤクルト線効果ありえめっちゃありだったそうもうねお昼からレッスンだったんですよ今日10時半くらいに起きようと思って目覚ましセットしてたんだけどい 一つも大きいんかった一つも大きいんかったんですよもう一個も目が覚めずに一個も目が覚めずに朝を迎えましたもうめっちゃすごいしかも飲んだら睡眠薬じゃないけどヤクルト戦って <laughs> 睡眠薬じゃないけど飲んだらさめっちゃ眠たくなって目がトロトロしてきて多分もう気持ちの問題だよね目がトロトロしてきて でもすぐにコテンって寝たら起きたら朝でしたそうでも今日は本当に眠たかったもう目が開かなかったもん <laughs> 本当にね眠たくって眠たくってたまらなかったです今日一日、うん、香川兵庫ではありがとうああれ あとう嬉しかっためっちゃ <laughs> また来てありがとうねヤクルトツノさんバラありがとうひーくんお疲れありがとうコイさんうまありがとうコイさん結婚してありがとう先輩でママ感ある人先輩でママ感え ママあでもパセリさんとかなんか愛子じさんとかうんママって感じするめっちゃこんばんはお母さんって感じそう熟睡の爆睡だったこんばんはひーくんかわいいありがとう のゆきでしたあ嬉しいありがとうありがとうございますしんいちさんはトさんでありがとうねえ催眠術やってみたい一回かかってみたい催眠術ちょっと興味があるうん、うん 昨日歌いすぎたんかなぁわかんないけど <laughs> めっちゃ喉が意外がするいいよね <laughs> ゆずきさん結婚してありがとう2日間疲れは溜まっているのかもしれない ねえあ神戸ね最善でめっちゃどうしようよかったありがとう嬉しいよかった <laughs> ありがとうねそうえ最年やっぱね最年長うんあみっちゅさんみっちゅさんもうんでもママって言われるとお母さんって言われるとなんかパセリさんとかな感じなけ感じなんだよ あ <laughs> いこじさんとりあちなんかめっちゃ似てないえあ、ー、いこじさんとりあちああ確かにああここら辺が似てる <laughs> ここら辺が似てるかもしれないやここら辺かなうんここら辺の雰囲気が似てる ありがとコイさんハートありがとうマイケルさんパラありがとう,がとう関西バージョン自己紹介よかった嬉しいバース掛布岡田エアコンの乾燥でかもしれえそれね言われたマネージャーさんにもエアコンかもしれんねって。 微熱気をつけてね。あれゆっくり休んでね。熱肺四公園。リオさんラブありがとう。ミャコちゃんココナッツありがとう。 あ嬉しい大戦 <laughs> 待ってる久々じゃないありがとう嬉しいねえ、あいこじさんにお切り鍛えてもらうかえ、確かにあいこじさんなんかそういうなんかお笑いのセンス <laughs> センスが輝いてますよね <laughs> <laughs> なんか言い方正しいかなわかんないけどお笑いのセンスが輝いてるイメージがありますはいこじさんこんばんはありがとうとうめかしいあ広島両部ともお待ってるね嬉しい昼夜ありがとう <laughs> 待ってます <laughs> ね、4公演であかなかなひいちゃんおなだ出てから心配そうなんだなんかね香川のね控え室がねちょっとだけクーラーが結構効いてたんですよねちょっとだけ寒かったこんばんはそうでもね体調めっちゃ元気なんよね 歌,歌いめっちゃ歌ってたのもあるかもしれないあとエアコンとこんばんは私も今日留学さんめっちゃなめてる恋さんラブありがとうこんばんはあ16日ンいきますお嬉しい待ってる待ってますオープニングアクト オープニングアクトなんかさ最近サンキちゃんと一緒にこうステージに立つことが多いからさてかずっとステージに立っててあっちの練習とかも多いからオープニングアクトで久々に4人で立つと不思議な気持ちになるなんか <laughs> 今まではそっちがさそっちの方が多かったじゃん4人でフェス出たりとか4人でステージだったりとかオープニングアクトしたり4人 っっていうのが多かったけど最近は結構4人だけの時間よりも4人じゃない時間の方が多いからオープニングアクトとかでね久々に4人だけになるとなんか不思議な気持ちになります踊ってて休めますありがとうどうぞありがとう 会見所ツアー会見所えー何しようかな <laughs> えーじゃどっかでどっかでしよう楽しみに待っててください <laughs> ラブ特大ラブラブで <laughs> ツアー会見所特大ラブラブえー、でも会見所してくださる方も結構い,い,いてくれてるよねツアー全部い 全県私が出てるところ全件回ってるよって方わかんないけどいる気がする結構いてくれてるの嬉しい特大ラブラブ特大ラブラブしますこんばんは兵庫のステージ熱かったなんかね照明がね熱い結構熱い照明らしくてこんばんは ね、アフタートークも不思議な感じだったよね <laughs> 4人だけで喋るのなんかね不思議な感じだよ不思議な感じするよねなんかねありがとうありがとねありがとう見に来てくれてツアーね広島頑張る 待ってる広島昼夜オープニングクトで関係持って泣かないいやオープニングクトで泣かないよ関係 <laughs> は回らないマッさんハートありがとうたくさん最近ずみとくるくるのイチャイチャが気になるえ <laughs> そんないちゃイチャしてないよ <laughs> こんばんばは <laughs> マジさん結婚してありがとう台風ねえなんか止まる新幹線が止まるかもしれないみたいな感じで聞きましたこの1516んかお盆のあたり結構台風が今どこらへん 怒るんかな台風みおこちゃん結婚してありがとうにもすけさん結婚してありがとうねえツアー行ったことないぜひえ広島当たってほしい本当に <laughs> 当たってほしい当たってほしいよ当たってほしいあみんえ来てくれてるよねねわかるよ来てくれてるの <laughs> 特大ラブラブだ大ラブっラこんばんは 主さん結婚してありがとう待ってるツアー広島楽しみだね広島が本当にリオさん結婚してありがとうマーキュル結婚してありがとうちみこさん結婚してありがとう しんさんだるまさんありがとうあっという間だねでもねめっちゃあっという間え、ね、ツアー終わるの寂しいよねちょっとね <laughs> 寂しいわかるめっちゃ寂しい寂しいちょっと寂しいで またなんか瀬戸内ツアー終わっても瀬戸内いっぱい行けたらいいなステージあんまり四国ってないもんねなんか四国とか他の県でステージ公演しに行くみたいなのってあんまりないからなんかツアー終わっても 家いっぱい行けたらいいなって思うし確かにちょっと寂しいねゴンちゃんペンライトありがとうこんばんはバンジャラモンスターさん黄色のマイクありがとうあ雷めっちゃ鳴ってるんだあそうなんだあ和歌山の方ね 富山のほおにちゃん、結婚して、ありがとう。ゆずきちさん、ハートたくさん、ありがとう。え、元徳島行きたい。うん。神戸だけ行けなかったけど、とは行った人へのご褒美なし。<laughs> あと <laughs>、じゃ、一軒だけ来れなかったけど、他全件、他は制覇してよって方には。 うんじゃあ特大じゃなくてラープラブくらいのラブラブで <laughs> ラープラブくらいのラブラブしましょうしょ <laughs> ね広島で会ね神戸公園のあずみにハマりましたえめっちゃ嬉しい本当に嬉しすぎるめっちゃ嬉しい <laughs> 変わっちゃえ <laughs> めっちゃ嬉しいでも一気に4公演で終わりの3匹じゃなかなかいけない4公演ねえ確かに生で。 来てしい,ないっぱい確かに毎月会っとるけん寂しくなるね確かにひいくん花束ありがとう神戸だけしか行ってないですけどご褒美ないですか えー、神戸だけの方ははい <laughs> <こう> <laughs> 投げキッスオンライン投げキッスとじゃ今度会った時に直接投げキッス何このご褒美スペシャル 毎週あずみに会いたいえわかる会いたいよね私も会いたいよ <laughs> 会えるのであれば会いたいもん会える機会があるのであればみんなにずっと会ってたいですよ本当にお話し会も終わったしねそうだよねもうめっちゃ話したいもんめっちゃ話したいもうこの今のこのツアーの期間にお話し会がな,ないのがめっちゃ寂しい めっちゃ話したいしみんなに会いたいしそう溜まってるめっちゃもう話したい <laughs> 話したいですお見送りさちょっとあれだよねやっぱ1対1でゆっくり話せないからさお見送りって「ありがとう!」しかも言えないからさあれこうだからやっぱりちゃんとお話し会とか 話したいなって思いましたすごくこいさんハートありがとう握手会始まるかな次からめっちゃ楽しみ握手会ゅうよっしじゃあ団長読めます13位ひーくんありがとう12位ケンちゃんありがとう スタンドエッチさんありがとう10位マッキルありがとう9位神戸のマッチさんありがとう8位主さんありがとう7位角さんありがとう6位ディオさんありがとう5位カギ37さんありがとう4位あれ変わっちゃった変わっちゃった。 13位、ケンちゃん。ありがとう。12位、スタンドエッチさん。ありがとう。11位、マーキュル。ありがとう。10位、神戸のマーチさん。ありがとう。9位、ヌシさん。ありがとう。8位、ツノさん。ありがとう。7位、ディオさん。ありがとう。6位、かげさじゅさん。ありがとう。5位、みおこちゃん。ありがとう。4位、ヒんありがとう。3位、ゴンちゃん。ありがとう。2位、コイさん。ありがとう。そして1位は、ドゥルル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 。バン。ゆずきじさん。ありがとう。かけしになっちゃった。バイバイ。 また明日ねあ朝配信はうん8時ぐらいからする明日8時ぐらいから配信しますおやすみバイバーイ